この動画を見てくださっている方だけに、なんとカフェカエラオリジナルパンケーキの調理様子をこっそりご紹介したいと思います。カエラオリジナルパンケーキといえば、1日限定300食の当店一番人気のメニューです。オープン以来、おかげさまで行列のできる人気店として数多くのメディアに取り上げていただきました。たくさんの著名人の方々も実際にお召し上がりになっている、今最も注目されているパンケーキです。それでは調理の様子を見せてもらいましょう。アロハー、調理担当の千田です。簡単ですので実際に作ってみましょう。ステップ1、まずは生地作りです。ボウルに生地の材料を入れて、ヘラでゆっくりと下から返しながら混ぜます。混ぜすぎないのがポイントです。生地ができたら少し寝かせましょう。ステップ2、パンケーキを焼きます。フライパンに油をひき、生地を3分の1入れて焼いていきます。表面に小さな泡ができてきたら、ひっくり返して裏もしっかり焼きましょう。ステップ3、リンゴのカラメリゼを作ります。フライパンにバターを入れて溶かし、カラメリゼの材料を入れて焦げないように加熱します。そこへカットしたリンゴを入れて煮込み、柔らかくなったら完成です。ステップ4、盛り付けです。焼き上げたパンケーキ3枚の上に、リンゴのカラメリゼ、食べやすい大きさに切ったバナナ、いちご、ブルーベリーの順で乗せます。仕上げに粉砂糖をかけて、メープルシロップ、生クリームを添えて完成です。いかがでしたか？自宅でも簡単に作れるようにポイントのみを簡単にご紹介しました。なお、レシピの詳細はこちらのレシピ本付き CD に載っています。購入方法は店頭販売の他にホームページからもお求めいただけますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは皆様のご来店を心よりお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。